迷宮校舎やっていきます。どういったゲームかは一切知りません。シングルプレイで開始していきましょう。難易度はノーマルいきます。何パークって DVD 的な、え、あ、絆、絆ってパーク、これ使っていいのかな、わからんけど。まあよくわからんけど、まあ一体始めてみましょうか。ゲーム開始です。パークスキルみたいなことやんな。お馬が時の校舎でろうそくを灯すと異世界に迷い込む。これは今日クラスメートから聞いた学校の階段だ。お馬が時というのは夕方のこと。大間が時、黄昏時とも言うよね、そういうのね。僕は怪談とか都市伝説が大好きで、よく図書館でそういうのを借りて読む。何か自分でも試してみたいなと思ったし、これなら簡単に楽しそうだからやってみよう。ろうそくは理科室だなと思う。でも鍵がかかってるはずだから、職員室でこっそり手に入れよう。もうそんなことを勝手にしたらあかんやろ、お前。おとなしく帰れ、家に。え、もう始まってる！うわ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 。基本説明？まあ、普通に AWAS だよね、これ。キーコンフィグ操作トリガーの、一回いろいろ変えていい？な、このプレイヤー同士の位置が見える、何これ、これマルチプレイ用じゃないの？絆って。ソロやと意味ないんか？これなんだ、このゲームって基本はなんか人とやるゲームなの？うわぁ、そういう時俺コラボ実況者じゃないからできないわ。グループとかコラボ、俺も今年はグループ実況者に絶対なってやらない。ははは。じゃあ一旦やっていきますか。移動とか R、視点移動。これ右のメニューもういらんねんけど。ね、これはそのなんかいじめとかじゃない。大丈夫やね、これなんか。机の上になんか花瓶置いて死んだことにするみたいな、そういういじめあるやん、学校って。そういうのじゃないよな。あ、体力必要ないこれ。牛乳パックや。うわぁ。なんかでも未だにちょっとコンプレックスあるわ。こういう学園生活に不登校やったから。ああ、出た、この、中学校かな、これ。中学校しか使わない、このなんか、分度器の黒板板みたいなやつ。でかい分度器。これ中学校しか使わないよね。あ、インタラクト。アイコンが表示されるオブジェクトには、開く、取る、読むなどのインタラクトをすることができる。はい。アクション取れるってことやな、インタラクトっていうの。なにこれ。なんもないわ。国語辞典。え、電気つけられる。盗難に注意。貴重品を持ち歩く。教室は施錠する。きちんと手洗いうがいをしましょうね。なんかあの、蛍光灯、なんかちょっとあれやで。もう劣化してたこと書いた方がいいんちゃうか。インフルエンザ流行中、俺もこれでインフルになったけど、本当にしんどかった、死ぬかと思った。学級閉鎖とかあったよな、インフルで全員。なんか、自分は元気やけど、インフル流行りまくって、学級閉鎖になった時めっちゃテンション上がるよな。あれ、うわら、今日休みや、ラッキーっつって。このあれやで、このちなみに豆知識ね、これ。チョークってた、確か卵の殻で作ってんのよな。まあ、これ豆知識ね。うわぁ。どうなってんの？あ、これ机同士を重ねてんのか、これ裏側にしにして。まあ、これ、そうやねんな。廊下とかに出すときってこうやんねん。これなんか、長期休みの前とかこうやんねんな。でもなんでこの教室は、普通になんか机とか並んでんだろう。これ、何ここ、この。とりあえずもう行っていいん、これ。あ、最近の何？なんか今調べたら最近のチョークは、あれ？卵の殻じゃないんや。石灰で作ってんの？って書いてあった。なんかよくわからんけど。嘘ついてたらごめんな、みんな。ちょっと走っていくか。あ、1回2回や。ここもつけれんのこれ。え、だから電気変えろって。何やこの学校。夏季講習。感じて動く。え、怖い、ちょっと待って、何これ？めっちゃ文字化けしてる、これ。え、気持ち悪い。だってこっちちゃんと文字になってんのに、オンライン授業。グループ指導。なんか時代感じるな、オンライン授業とかさ。アイテム切り替え使いたいものを選ぶ。はい。俺ね、懐中電灯持ってんねんけど。アルコールや、黒板、これ、うわーんって、これめっちゃ音なんねん、黒板消し、拭くやつ。バスケットボールや。何これ、アイテムなのこれ。かなり重たいボール。敵に投げられてると少しだけ切れません。もう、敵出てくんのかこのゲーム。防犯ブザーや。何？ 2 個？
電池？ケミカルライト？ちょっと前に1年の子たちが行方不明だったと先生から話があった。昨日無事見つかったみたいだけど、体調が悪くて学校には来てないらしい。放課後に学校で目撃されたのを最後に1週間ほど行方がわからなかったらしいけど、よく無事だったなと思った。どこに行ったんだろう。それを聞いて心配した親に防犯ブザーを無理やり渡された。もう中2年だから、やっぱ中学生や。防犯ブザーなんていらないのに、何かあったらこれで場所を知らせよって言われても、恥ずかしくてバッグにつけてられないよ。いやいや、お前そういうのちゃんとやらんと、お前いざという時に困るねんで。非常用のなんかランプはちょっと不気味よな。ちょっとやっぱ冬とかってさ、暗くなるの早いやん。うわ、何これ、もうなんか、何これ、出てくんのモンスターかなんか。故障。何これ、ブザーになってる。消火器持てる。現在火災報知器故障中です。少しの振動で警報が、あ、そういうことか。いや、直せや。経費ないんかな。蛍光灯も消火器も全然放置。壊れてんのに。ライト切り替え。え？いや、いらん。使っちゃった、みんな。なんか防犯ブザー使ってもうた。これ多分敵出てきた時に使うやつやろ、これ。誘導するために。回収は？いや、使っちゃってる。もうちょっととりあえず先進もうか。ここも書きしまってるし。なんか目的地みたいなのがこの階にあるっぽいぞ。やべ、体力ない。こっち開くわ。めちゃくちゃ広い。バカ広いな、やっぱ学校って。立体フェイスマスク。何これ、ろうそくが必要。なんか手形ついてるやん。おい、なんやねんこれ。もう一旦あそこ行くか。えら、広い廊下やな。ピン、ピンを持って味方に地上。あ、これには関係ないやつや。こっち、すげえな。なんかモデルとかあんのかな、この、なんか学校の。校舎の作り込みが、えげつないぐらいリアル。ちょ、これ電気つけたい。職員室か、これ。職員室や！あ、せや、職員室に行って、なんか、理科の、なんか、鍵を取ってくるみたいな、話だった。片っ端かけだろ。うわ、なんかあんじゃん！コインを1枚入手。何コインって。なんか結構都会の小学校なんかな、これ。中学校か。お、エナジードリンクや。レッドブルや。一定時間スタミナ減少しなくなる。競争薬的な。これだ。なんでこんな理科室の鍵だけおあつらい向きに置いてあんねん。校長室やって。校長室ってこんな角張られて、角回れてんの？校長室って。職員室返さなきゃ入れないみたいな仕組みやったっけ？どっかに別の入り口ありそうだけどな。清掃中や。ってことは、さっきの理科室行くんか。なんか。え？何これ。さっき俺が入った部屋か。あっ、これ火つけんのか。ろうそく必要って出てたよな。あっ！コーヒーを1枚入手していくーい。どうせそのろうそくを必要で探さなあかんくなるから、こまめに探索を行っていこう。一旦さっきの部屋戻ってみようか。理科室？いや、ちょ、待てよ。よく考えたら、なんで、いや、違う。さっきのとこちゃうわ、多分。だって鍵がなきゃ入れ、鍵がなきゃ入れないのに、入れるわけないやん。ここじゃないよな、ここじゃないよ。ごめん、なんか感謝してた。3階行ってみようか。3階上がってみよう。理科室どこや？あそこか？あ、ここじゃん。
あ、ゴリラリガシュ、ほら。お、これじゃ。うわ、怖すぎる。施錠された扉、鍵を使用できる。鍵使うときに、あれだね、標準合わせなあかんタイプやな。はい。右？あ、こっちか。ちょっとお邪魔しますよ。もうお前ら絶対動くなよ、ほんま。もう絶対動くやん、こいつら。もう、確定してるやん。あ、顕微鏡や。なんか、ミジンコとか、なんか微生物をこう、あれ、研究するやつやろ。なんか、セパレートみたいなやつに、スポイトで、なんか、水一滴垂らして、なんか川、なんか、ドブ側からなんか取って、あの、汚い水を。で、その中におる微生物が何匹おるかって、これで見んねん。そういう授業やっとったな、昔。何ここ。これ何で開けれるようになってんのこれ。うわ。あ、こっちも鍵ある。え、何？なんか今下？動いてなかった。あれ何よ？うわっ！お！こっちがようわからん。原生生物か。あ、微生物やな、多分。単細胞の。で、これよく見たら存在しない虫じゃない？これ違う？こんな虫おる？この世の中に。あ、でもタマムシみたいなやつおるな。でもなんか足気持ち悪いな。いや、だってさ、これ、テントウムシ？これ、なんか気持ち悪くない？全部。こんな虫おらんぞ。虫眼鏡や。あ、出た。この元素記号。私、108個あるんだっけ？元素記号って。なんか昔 YouTuber の企画かなんかに無理やり参加させられて、元素記号を順番に言っていくみたいなんで、一個も答えられずにクソ恥かいたわ。エジプト未知のピラミッド発見。数年ぶりの発見、不思議な宝石。何かの伏線だろうか。まぁ、ちょっと、一回隅々まで行って、まぁ、じゃあ、何これ小気度ってもう意味が。うわぁ、動いてるあいつも俺もう絶対動くって言ったやろ。怖い目にあったりすると、心音が下がる。空き教室でろうそくを灯す。先んとこやな、じゃあ。小気度は薬を服用する、もしくはろうそくの近くに行くと、ロッカーに隠れると、回復するやって。はぁ、いや、気持ちが悪すぎんねんけど。もう追っかけてきたやつやな。え、これまだ、なんもないやろ。ちょっともう、行こうか。やっぱ先んとこ空き教室。俺でもろうそくなんか持ってなくない？なにこれ。もう右からグワッて出てくんな、これ。ほら、ここや。はい。あ。なんかもう、なんか、ほら、なんか大事に来てる。もう真っ暗な、ちょっと。いらんことすんなよ、お前。もう最悪やん、もう。最悪やん。興味本位でこんなことしなきゃよかった。俺はもう帰れない。一生この学校に取り残された。なにこれ。骸骨おるな。今気がつくと暗い教室に倒れていた。起き抜きは頭が痛くて意識が発揮しなかったが、はっと気づいて廊下に飛び出す。ここはどこだ。ざっと見た限りでは教室や廊下の見た目は普段通ってる学校っぽい感じだ。でもこんな場所はこうではなかったと思う。空間が広いのか音が反響して自分の足音がまるでいくつかもあるように聞こえてくる。知ってる場所のように見えてそうではない。強烈な違和感を覚える。あの階段は本当だったんだ。自分でやったことだけど、まさか本当に異世界があるなんて思わなかったし、帰る方法なんてもちろんわからない。自分の書いた状況を飲み込んでいくにつれて不安もどんどん大きくなっていく。出口、とにかくここが出る方法を探さないと。めちゃくちゃやばそう。何こいつ。何これこの屍。
こんな場所ないねんな、だから。雰囲気が似てるだけで、実在しないんだ。やばいやろ、これ。4時45分。朝の4時45分。この紙を見たら非常口を目指してくれ。最初にあいつに見つかってみんなが溢れた後に歩き回ったけど、出口らしいところはそこにしかなかった。これ、先人のメッセージ？ただまだどうやって開いたのがいいかわからないんだ。ここに来た時はろうそくを使ったから、もしかすると帰りも同じかもしれない。でも気をつけて、あいつの近くで音を立てちゃダメだ。一緒にいた二人は目の前で首を、ああ。見てって。かわいい。見たよ。あ、そっか。うわ、なにこれ、絶対化け物出てくる。ガラスを破壊できるけど、絶対破壊したら、あれ、出てくる、来るやろ。え？何の音これ。ガラスを壊してる音か。いや、ちょっとゆっくり壊せない？なんか近づいてきてる。うわぁ、え、どうなんのこれ。あ、全然気づかへんよ。あいつか。今回の敵はアーカイブ解放パソコン非常口の一部しゃべる長押しせなあかんねん。だから敵から回復っていうのはミッション攻略こなしていくみたいな。あ、鍵や。おい、ちょっと多分これ、うわぁ、お前一応このマスク持って、手袋持っていくか。これ非常口、これなんかマップとか開けんの。これ、普通のゲームってさ、な、DVD とかってさ、こう、なんていうの、タスクこなしながらこう振り向いたらできないから、これできないわ。来んなよ、マジで。え、来た。非常口の位置が分かるようになった一定時間。え、じゃあもうクリアやん。クリアやん。そこ？あれ、さっきのやつは？でもさ、心音がしないってことは、薬。この薬でなんかその、あれか、めまいっていうか、なんか、スタンチみたいなのを減らすんやったっけ？なんもないやんけ。この骸骨たちは何、食い殺されたやつの死骸ってこと？でもさ、今んとこ心音とかしてないから大丈夫なんじゃん。ガラスバキバキ割れてるわ。ね、俺が取ったの何の鍵これ。教室名がないやつ。あ、開いた。開くわ。え？これでも、ゴールじゃないの。はい。はい、灯したろうそく。非常口の位置も分かってるやろ。え、もう脱出できそうじゃない？いや、なんかクソ遠そう。向こう側の校舎やんだもん、これ。いや、なんかでもあいつ全然追ってけへんで。追ってこないし、なんか割と近くで懐中電灯照らしとったのに気づきよらかったもん。なんちょっと、あれか、設定ぬるくしすぎたか、これ。一応ノーマルモードやなきゃな。お、来た。ケミカルライトや。小軌道を安定させる効果はないやって。あ、俺バッテリーが、ちょ待って、これ使いすぎるとバッテリーなくなるんだ。ただ一応電池が1個あるから。まあ、しばらくは大丈夫そうだけど。これ、めちゃくちゃビビるからやめてくれ。やべ、近いな。
近いわ、多分これ。近いんだ。近そう。バレたらどうなのこれ。え、近いのこれ。どっから来んの。え、なんか速くなってない。え、なんかめちゃくちゃ速い。え、何これ。無人放送。なんか小軌道減ってってない。あ、なんか腹、こう、もう怖い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 。俺助かったんか。上の階とかやったんかな。まだこのゲームの勝手が分かってないかも。と、敵はあいつだけ？え、なんか他にもおるとかちゃうやな、これ。バゲモン。お、乾電池いっぱいあるじゃん。しかもそうこうしてるうちに非常口の場所分かんなくなったわ。あ、これ鍵使っていいか。使うわ。バリケードやって。バリケードがある場所は通行できない。インタラクトでバリケード破壊できるが大きな音だ。あー、だ、この机とか弾けばいいってことやんな。リスクはあるけど、これをやった方がいい、多分。どうだ、バレてないんちゃう。バレてないわ、バレてない、バレてない、全然。見つかったかも。見つかったわ、多分。どっから来る？近い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 、めちゃくちゃ近い。ん、あの、近、なんか足音するだけで特に何も現れない。あれ、小軌道だけ下がってくけど、これ何も来へんやん。何これ。え、俺見つかってんのこれ。はあ、なんかいる。え、なんかいる。え、なんかいるわ。ほら。あ！あれ、落としたあかん、落としたあかん。あの、理科室のあいつおったな。これ、ゼロになったらどうなるの、この小軌道って。あ、なんかそっちからも来よる。え、もうわけわかる。これ、俺今いちいちバレてんの俺って。ちょっと大きく動いていくわ。お、なんかビデオカメラゲットした。何使うのこれ。人体模型を額に収めると動き落ち込む。で、今、動き、ああ、なるほど。今、まずいんだ、俺。怖。今、俺、めっちゃまずいってこと？あの、さっきの青いやつ、何やったん？こいつだけじゃ、人体模型だけちゃうよな、これ、敵って。どうなの、これ、出たら。ビデオカメラ。これ、うわっ！やばいやばい。ちょ、あいつどっか行けマジで。あよ
この、こいつら買いかぶりながらミッションをコンプリートしていくっていうゲームか。え、あれ、捕まったらどうなん、死ぬん。うわぁ！あ、これ、終わりってことこれ。めっちゃ追われてるな。こいつは、見られてたら動かへんのか。だるまさんが転んだみたいに。あ、だから、重くそ見つめ合いながら、爆刺せばいいんや。ほら。そうそうと近づけないんちゃう。何ここ何ここ !8 番出口みたいになってる。やべえ、廊下走らないっていう。なんか出てきた。何こいつ何こいつ何こいつ、首なしライダーできた。うわぁ、何こいつ、落ち武者や。落ち武者がいた今。デュラハンがいたな。ああ、これなるほどね。ろうそくが5個あって、これ、かげろう系のゲームじゃん。ねえ。多分そうでしょ。ろうそく5個つけて脱出口を最後見つけてゴールみたいな。そっち系のゲームや。なるほどね。ノーマルモードだとコンティニューが2回までできるってことか。で、魔物は、多分何種類かおんねん、あの首なしライダーしかり、もう人体模型しかり。ああ、そういうことか。ようやく理解したわ。ってことは、もしかしたらこのゲームマップも自動生成の可能性あるな。だからゲームオーバーになったらまた1からや、これ。これ電気とかつけん方がええ気がするな。おい、なんか赤く光ってんぞ。ね、ここは走ったらあかんねや。ここ走ると化け物追ってくんねや。走らん方がええわ、じゃああれは。で、今鍵ゲットしたから、開けて、ケミカルライト落としがちやな、俺。開けて。おい、このバリケード壊すとなんか、近いのか。いや、でも壊したら、なんかあの先なんかある。よし。ろうそくだ！いや、来てるわ！たははは、バレた！いや、こいつ無理やわ。いや、デュラハンきつい。あ、なんか人体模型も来た。あいつなんか目悪いみたいな。うわ、これす、ちょっとどうしよう。でもあと一回残ってるもんな。でもさ、ろうそくの火は、継続するってことやんな。あーた、うわぁ！いや、こいつ見つかったらもう特殊レベル。ほら、あ、死んじゃった。おーら、やっぱマップのなんか作り変わってるよね。コンパス。赤い針は非常口を刺し、うわぁ、コンパス超重要じゃないか。え、コンパス最強やん。もう一生これでええやん。四角のろうそくと非常口を刺し示してくれたし。何これ。電気つけないほうがいい、絶対。あ、そうだ、でも2個もいらんよ。いや、もうコンパスなんでこんな量産されてんの？ちょっと引き悪いね。うわぁ、なんか小学校とか中学校の、あれ、手洗い場ってこんな感じだよな。この石鹸をこれこすんな、この網に入ったやつで。やべ。クソ近い。おい、なんでじゃこれ。止めろ。うわっ！あっ！あっ！どうやって勝つのこいつに。ちょっともう一年からやり直そう。
ほら、やっぱマップちゃう、全然。なんかもう超ラッキーなマップ引かへんかな。ウェーイ。予定はしっかり書きましょう。フィーバーだぜ。嵐しかおらんやん、この学校。偏差値36ぐらいやろうな、多分。おい。あー、なので、防犯ブザーを投げるとそこに手が、敵が行くから、その隙にろうそく灯したりとかできるんだ。防犯ブザー結構重要なアイテムかもな。これ。おい、ビデオカメラ。これ電気ってつけてった方がいいのかな？どうなの？もうつけてみるか。これで敵が寄ってこないんだったらね、得だもんね。おい、なんだこれ。持ってるとなんて関心かな、お守り。使うと手にできるか、持ってるだけでピンチや。え、持ってるだけでもピンチに。発動する、神アイテムやん。神じゃん。あの、シャドウコリドーであった鏡みたいなもんかな。で、ここは走っちゃダメ。この辺はいいんだよね。ちょっと俺せっかちやからもうどんどん走ってくで。まず一個灯そっか、ろうそく。あれ？俺これ見たことあるかも。この手のゲーム、確かの、やったわ一回。なんかエジプトかなんかで。で、あれも同じように影色系のゲームやってん。同じ会社これもしかして。性教育、エジプト、テイラー展開、DNA、原始続き、性教育、一、朝から性教育嫌やな、なんか。うわっ このバリケードみたいなやつ、何これ。あ、バスケットボール。これで敵の動き封じられるらしいぞ。これを使えばさ、あいつ倒せんじゃねえの。あ、近い。どっちかな？どっちから行く？近いわ。あ、来てるね。あれ？あ、離れていく。ラッキー？なんなら防犯ブザー使ったらと思ったんだけどな。廊下走んない、ここ走んない、走んない、走んない。あー、ごめん、これ一回来たとこれや。こっち行ってみよう。こっち。あの青いやつがもう一発アウトやねんな、見つかったら。いや、いるね。コンパスを、あ、ごめん、コンパスもうねえんだ。何今の音。めっちゃいるやん。待合室みたいになってるわ。本物は一つ。は？何を言ってんの。あ、こん中で本物が一人だけおるってこと。お前やな。お前やろ。お前ちゃうの？え、ちゃうの？お前やろ？どう見ても。やべ。こいつや、多分。いや、ちゃうんか。くそ、壁ドンしてるやん。こんなやつ臨時におったら嫌やな。いや、危害を加えてこないって意味で偽物なんかもしれん。お前は？いや、お前も多分偽物や。だってこんな部屋あるってことはやで。ろうそくとかあるんじゃん。ほら！はい？動くなよ。あ、なんか助かった。あ、ラッキー。ラッキー。なんか幻覚聞こえてきたぞ。何これ、教室の声や。やめろ。
いやいや、不登校の時思い出すから、トラウマや。いやいやいや、この賑やかな中に入っていくの嫌やねん。やめてくれ。俺のトラウマを掘り起こさないでくれ。あ、ちょっと。うわ、ビデオカメラ来て、しかも。やべ、今のくしゃみでバレるかも。あれ？おい、ビデオカメラストックできないんかよ。しかもまた地味にお前ちょっとやべえぞ。懐中電灯の電池がもうね。電池だ。うわぁ、言ったそばからゲットしていく。お、なんだこれ。おぉ、いいね。小気道を保つための薬もある。コンパスもゲット。お前めっちゃ潤沢じゃない？今ハンドいいぞ。お、しかも待って、何これ。ろうそくとお前非常口の方向が一緒じゃん。行くしかないでしょ、これ。これって多分破壊できるよな。え、これできないの？え、できへんねや、今の。何この空間。このコインって何に使うん？こっち、開くぞ。いや、なんか手がかり欲しいな。まあでも、なんとなく分かった。その、鍵で行く部屋とか。さっきみたいにモンスターハウスみたいな。あ、危険な場所。リスクの、要は、アクセスの難易度が高ければ高いほどローソルクがある可能性が高い。保健室か。保健室にしたらなんかちょっと、あれやな。え？お、すげえ、回復薬いっぱいあるやん。これなんで持てへんの？アイテムの種類がもうこれ以上持てないってこと？いやでもさ、どうせ一発食らったらアウトやろ。いらんくない？救急薬なんて。これね、ランドル缶っていうね、確かこれ。視力検査に使うやつ。これ丸い円。俺ほんま目悪すぎて、もうあの、コンタクトつけててもこの辺までしか見れへんから。0.01 以下やから俺視力。お、鍵だ！うわー、なるほど。アイテムの、ランがもう足りねえんだ。なんかこれバスケットボールとかいらんくない？ちょ、一回捨てるわ、これ。はい。絶対鍵の方が希少やから。お願い、やめて。なりやんで。もういやいや、行く。これどこでも聞こえてくんの、これ。まあでも俺は一応お守りあるからな。最悪一発食らっても大丈夫。もうここ用ないもんね、俺。あ、こっち行けんじゃん。電気つけていこうぜ。消えてる、これ。やばい。ね、このチャイムが鳴るとどういう意味があるの、ちなみに。これ、なんなんこれ。めちゃくちゃ怖いんやけど。ここは。開いた！体育倉庫や！ああ、バスケットボールがいっぱいあるってだけ。ちょっと一回さ、これ飲んでみようぜ、薬。あんまり効果なさそうやな。バスケットボール1個しか持てないんか。じゃあ、ちょっとうまみないな。大量ストックできるんやったらまだ意味あったけどな。で、ケミカルライトは、まあ、ここ来たよっていう、まあ、目印かなんかに使うんちゃうか。ここある。ああ、しょしょ。だから、なるべく近く通らん方がいい。消火栓の近くは通らん方がいいおい、ショパンの月光流れてるわ、月光。第、ね、これ何でしょう、第1章か、これ月光の。なあ。第2章か。しかも、鍵とコインと、お前、電池あんじゃない？ごめん、ちなみに、月光はショパンじゃねえな。ベートーベンだ。
ちょっと、これ、マップの構造がマジわからん。電気ばっこりついてるけど。は？何お前。え、こいつ、モンスターこれ。いや、ちゃうわ。あれ誰？あ、これ2個目？お、2個目やこれ。灯した。え、あいつ何やったん？あの、目隠し少年。敵ではなさそうだったが。さあ、止まれ、ろうそくを2個灯したぞ。初めてじゃん、2個目いったん。ちょっとこれ電池使っとこうか、もう。早めにやっとこう。なんか、てっきり明かりついてるから、もう行った場所かなって思っちゃったな。で、こっからがわかんねえんだよ。こっからが普通にわかんねえ。あー、ごめん、ここか。さっき来た。ごめん、近く通っちゃったよ。じゃあ一回ここ、閉じこもるわ。ごめん、また近く、もうバカか、俺。なんでこんなアホなんやろ。自分で自分が怖いよ。ここ離れる。一旦ぐるって乗ってみよっか。しかもコンパス使っとこうぜ。電気つけていこう。これ、なんか、わからんくなってくるよな。ろうこす、ろうそく、ろうそく。右や。今まだノーコンティニューやからな、俺。こつけて。あ、開けてるな。ここ一回来てんな、俺。あ、来てる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 。結構聞こえてきた。やばいやばいやばい。あっ、やばいか。終わったか。終わったのか。終わったか。うん。いや、来るわ、多分これ。終わった。え？もう、核なるやブーホームザ使おうか。あ、あー、よかった、去ってった。あっぶね。何これ。見知らぬアイテムを発見した。でもどれがいらない。もうケミカルライトがもういらんこれ。あ、エナジードリンクか。まあ、ないよりマシや。ケミカルライトよりか有用性ありそう。近い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 。しつこい。何この足音。え、ここ、誰が来る。え、これやばい、めっちゃやばいやん。誰か来てるもん。誰か来てらっしゃるんですけど。ちょっと待って。まあでも、お守りあるから大丈夫やんな。人の足音するで、これ。あ、近い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 。いや、デュレハンも来てるわ。これダブルかも、これ。やべ、デュレハン来てるわ、これ。くっそ近いわ。やめろ。来んな、マジで。めちゃくちゃ近い。
あ、なんか離れていってるな。間違えて投げちゃった、みんなごめん、ごめん、間違えて見きくりしちゃった、間違えて見きくりしちゃった、最悪、間違えて見きくりした、もう間違えた、よかったあいつマジで人の気配とか全然感じないタイプや。何これ、ちょっと待って、あの コンパスなんで、なんか少年も来た少年も来たわ、めっちゃ釣られるなこいつ、面白いぐらいに。なんか結構遠くから来てくれんねんな、みんな。あれ、もしかして、あ、な、なにこれ、なにこれ、まだ、まだおる、あ、いつも来たね、人体模型くんも来たね、人体模型くんも来たよ、最悪やんこれ、あ、帰ってくわ。へえ、ブザーってこんな効力あるんだ。薬飲もうかこれ。近い。あ、ちっけ、めっちゃ来てる。めっちゃ来てるわあいつ。どうしたらいいねんこれ。帰れよ。いや、あー、だんだんバレてんのか。オッケー、じゃあこれで。お前敵やっぱり全然釣られへんやん。うわっ、え、うわっ、うわっ、あ、ホラゲの曲ちゃうやろこれ、これスタートラインちゃうか、そっか、お守りが守ってくれたんだ。あー、いる、デュラハンいる、いるな。首曲がり少年。首曲がり少年、デュレハン。三人いないと敵やったか、なんか一瞬味方かなと思ったの、自分。一瞬味方かと思った。自分がバカだったな。でもこれさ、逆にええかもな。こっちもね、探索すんでないでも、これ。でも理科室やんけ。あ、ごめん、理科室から来るんやから、そらそうよな。そらお前おるよな。ごめん。どうしよう、でも、なにこれ。めっちゃ画面揺れてんねんけど。もうわからなくなってきた。どこを探索したか、どこを探索してないか、もう思い出せへん。ちょ、とりあえず、コンパス?近い、バケモン。うわ、ろうそく!うわぁ!え?やだー、もう!俺!人体模型にやられた今ダブルで終わったんか俺でもさっきの話覚えてんねん。まっすぐ行くやん、ここやねん。あ、おお、壊されたままなんや、これ三つ目じゃね。あ、来た。あいつここにおっと待機してたんか、ここで。ここがじゃあ、あれ、生成。ここで生成されてんの、あいつ。
何台かおるってこと？いや、そんなわけないよな。いや、でも待って。鍵、あるぞ。おい！四つ目だ。近い。ぐわーお前、バスケットボールがなきゃ、あいつ近いな。いやでも4つ目まで来てる。4つ目まで来てる。で、あいつがどっか行ったらちょっと行こうか。バリケード壊してるから、あとろうそく灯すだけや。そこまで行ったらあと1個。あと1個や。なんか違うやつ近くにおらん、これ。早いかな。これ、でも次死んだらゲームオーバーやで。お守り欲しい。お、信用消えた。うわ、もう一個守りあれば。どっちだっけ？こっちや。ここで襲われたらもうアウトやな。ロッカーに入ればいいんや。で、どうせ5個目の音もしたら、あれで、真のボス来るで。しかもなんかもう一個もこっちの後じゃない？何今の。近いか。出してくれないかな、ちょっとここは。あ、見逃してほしいな。なにこれ、なんか持ってるやつ。屈伸煽りされてる気もやったわ今。うん、多分ロッカーが最強、ロッカー最強で、あとはまあお守りとかがいっぱいあればええねんけど、まあ、多分あれは激レアアイテムやから。お、いきなり鍵ないっす。基本的に鍵はろうそくに直結しそうやね。ちょっとガチでいくわ、じゃあ。あー、近い。なんかでも似たようなマップではあんねんな、どこもかしこも。卒業おめでとうって書いてる。俺卒業すんの？周りの赤いつぶつぶなんないのこれ。何の意味をしてんのこれ。何かを消してこれ上書きしたような感じやな。え？消火器？あ、これ最強やん。まずはろうそく。近いと思うけど、いいや。もう衝撃、もう、これ。ほらよ、死ねえよ、おめえ。あーん、絶対逃げる方向、間違えてるー。来いよ。来いよ。おい、来いよ。おびびってんのか。来いよ。はい、ざまー。え、これ強くない？2回、なんか、1回使って終わりじゃないんだな。あ、消火器めちゃ強いやん。
でも本物の消火器って途中で止めたりできへんからな。一回線抜いたらもうプシューってもうなくなるまで垂れ流しになるから、この消火器は本物じゃない可能性がある。お、コンパス、いいじゃん。流れは悪くないぞ。何これ、ここもありそうじゃない。うわ、何、実験美術室やな、これ。あの首動きそう。嘘、あ、あった、ほら、やっぱあるな、鍵のあるとこには。そこのなんか首だけのおばさんが動きそうな気がする。ちょっと不気味やな。だがペースは悪くない。ああ、これも壊さないで出れんのか。え、嘘、こっちも鍵んの。色相か、あ、待って、誰か、いや、まあ消火器構えときゃええわ、とりあえず。七夕だからない。ここの子たちはまだ小学生の気分なんやろな、中学校やんな。ちょっと中学生の治安ではないよな。それか相当なドキュン校か。俺の中学結構ヤンキー校やってんな。授業中になんか3年生が廊下で爆竹で遊び始めて、授業なんか全クラスの授業が一斉止まるみたいな事件あったわ。あ、これやばい。おらー、逃げるぞ。なんだここは。うわっ、なんか花子さんいそう。いや、生きてる。これバレんのかな、これ。大丈夫かな。近い、息止めろ。呼吸すんな。動くな。近い。やめろやめろやめろ。出てけ。来んな。なんか変な音する、変な声する。おっさんの声しない、なんか。よっしゃ、まくった。おらぜ、あーあー、間違えた。花子さんほんまにおる。え、うわー、うっそ、第4の資格来た。しかも何、トイレットペーパーって。うまく敵にあげてたらほんの少しだけいらんわ。あ、でも待てよ。トイレットペーパーストックできるんや。ってことは、これ何十個持っとけば、バスケットボールよりか使えるかもしれん。いや。だが鍵は取った。ことは進んでるんだよな。しっかり電気つけてって。ごめんなさい、やっちゃいました僕。あら、俺またなんかやっちゃいました。あれ、こっち来たっけ。あ、バグってるバグってるバグってる。これあれやん、ろうそく部屋。本物いたわ。え、これゲームめちゃむずない？なんかでもマップの生成パターンがそんなに多くないようなイメージある。あ、いる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 。あいつはずっと見てないと追っかけてくるって性質よな。
書書が来たら。あ、これ巻くのむずないこれ。ほら。で、終わりだ、みんな。終わったわ。あ、ここ壊された。あ。いや、待ってよ。逆転取るか。で、二人いるわ。あ、あ、やっぱ一人じゃなかったんや。うわ！なにこれ？終わったってこと？電池ある？どうしよう、後ろから花子さん来たら、これ。いや、近づいてきてるな、あいつ、明らかに。どうしたらまくれんの？ある程度距離取ったら平気か？落ち形もって何？どういうことこれ。ね、このよく見たら、教室の番号書いてるところに、札に、落ち形もって書いてる。キモ。結局、本物は、あ、ここにおったやつが本物やったんちゃう？ってことはもう俺大丈夫や。おったよな。ここフリーや、完全に。オッケー、3個目。おーい、鍵あるじゃねえか。ろうそくからろうそくへのループ。編み出していく。おい、なんだ？なに？うわー、あれだね。消火器欲しいな、消火器。消火器結構最強クラスのアイテムやと思うわ。鍵2個あるで。あれ鍵2個ってことは実質、3つ目だ、鍵。最強の布陣を作っちゃった。もう実質もゴールじゃん、じゃあ。あ！もしかして、これが出口？違う、全然違う。これ放送室や。誰か死んでる。うわ、ろうそく来た！来たぞ、みんな、ほら。放送を止めることもできる。止めろ。来たー。ね、鍵もうこんないらんねんけど。おい、うわ、ビデオカメラだ。じゃ、待て。やっぱケミカルライトがどう考えてもいらない。使い方がわからん。これちなみに2階もあるよ。ねえ。え？あー、ビデオテープ大量にあるわ。ただビデオテープじゃ、デュラハン止められないんだよな。あれ、これ上下どっちもいけない？だったら逆にわかりやすいけどね。どっちから来たんだっけ？俺こっちから来た？あ、こっちから来たんだ。こう、下はちなみにこれ、無理なんだよな、多分。下も無理だし、上も無理だよね。オッケー。じゃあ一旦引き返して、あと一箇所で鍵のある部屋をさえ見つければ、ほぼゴールだ。あ。あれ、なんかここにも部屋ある。あ、こっち繋がってるやん。あー、なんか、お守り欲しいなぁ。え？防犯ブザー。いや、持ってた方がいいんじゃねえか？もうトイレットペーパーいらんわ。マジか。違うのか。やばいな、これ。うわぁ、そこに恐怖の美術室ある。あそこ絶対鍵あるよな。おい、ここありそうじゃない？ロソグナないか。落書き見てください。いや、ディース。丸抜ゲームやってる。この丸のやつもう負け隠したから途中でやめたんやろな。
うわー、お守りがあと1個あったらだいぶ楽なるのに。ブザーもある。ただブザーはもう見つかった状態だと意味がないっぽいから、先に仕掛けていかないと。で、電気つけよう、とりあえず。電気つけていこう。もうここ来たよって。やばい。やばいかも。曲がれ、曲がれ。曲がってった。曲がってった、あいつ。多分こっちがあれそうやな。なんだ？なにこの音。これ、ろうそくまず5個つけてみたくない？なんかフルーツバスケットでもしてたんかっていうこの石の、椅子の配置やね。フルーツバスケットようやったな、学校で。で、俺は体がちっちゃかったから、でかいやつに、ケツで押させたわ。ドーンって。どう考えても俺の方が早い、座んの早いのにさ。フィジカルで負けてるからもうどうしようもなかった。え？あれ、正面から来てるこれ。え、バレてるこれ。もう一箇所でいいから。あと一個、一個くらいないから。うわ、来た消火器！明るいぞ、あの部屋。明るい部屋ってあるんじゃなかったっけ？ちょっと待って、俺もう、バッテリー使うわ。最強アイテム、消火器ゲットだ。ごめんなさい。やっちゃいました。お守り、お守りは？お守りないか。変化の割合。あ、数学か。もう分数すらわからんから、俺。数学は。大学、なんか大学、最初の授業が、なんか引き算とか足し算から始まった記憶あるの。びっくりした。やべ、間違えて使っちゃった。間違えて使っちゃった。最悪だよ、もう。ああ。まあでも、これで、5つ目だ。結局鍵を使ってないが、どうなるかやな。この後に多分なんかもう、うわ、何これ、5分。なんかあのおばちゃんの声するわ。ほら、あ、やばそう、やばそう。消火器持っとけば多分大丈夫。うわー、もうほぼシャドウコリドーやん。絶対やばいやつとか、あれやで。解き放たれたんや、これ。どっちや、これで分からんねんな。コンパスでも持ってるよな、一応。赤いのが、非常口やで。ここにもろうそくある。何？コンパス。どっちやろこれ。あと4分。もうめちゃくちゃ焦らせやん、この曲。やべ、どこ？非常口どこ？絶対来てるやろ、あいつ。やべ、行きまれ。いや、もうやめろやめろ、俺もういい、もう何この、この。あ？あ！これ、あれや。非常口の場所が分かるやつ。ラッキー。あと3分ある。早く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 。来たか。どこだ。いや、近いんだけど。わからん。え、めっちゃ近くないこれ。
おら！やばい！そう。君だけど絶対にあるよな、ろうそく。いや、この部屋ちょっと怖いわ、正直。このベートーベン、でも俺ピアノ好きだからな、ちょっとテンション上がっちゃうんだよな。グランドピアノだ、勝手に。あ、楽譜をぶち破ればいいね、これ。すごい、なんかピアノの調律がどんどん腐っていく。調律されてないピアノみたいな音になってる。これをぶち破ればどうなの、これ。うわあ、へえ。あのポケモンプラチナのさ、あの森の妖怪の ロトムの部屋みたいな、そういう雰囲気っぽいわ。すげえ、ドラムとかで、学校に置いてあるもんなんだな、ドラムだの。これ、ハープ？こと？あ、電子キーボードや。あ、これバリケードなってんだ。へぇ、なんかぶっ壊せばいいんじゃないかな。なんだよ。鍵が、かかってんのか。来て損した。なんだ、近づいてるのか。どっちから、どっちからか。あ、もうなんでこいつマジ何なの。ナイス。近い。やばい。うわっ、くぐぐ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 ぐ하여튼이화제로라으나또다른뭐와깐네도코바다お守りに来たー、お守り来たー。めっちゃいい状況じゃないこれ。鍵も2個ある、残機も1個あるぞ。ごめん、音楽室もう1個あるわ。でもこれも固定なんだよね、こいつが。あ、違う、うわぁ、違うんだ、やっぱ。違うこともあるんだ。お守り使っちゃった。うわぁ、あれどこだっけ、もうわかんねえや。結構遠くまで行っちまったもん。お守り連、よし。お守りに連来た。あ、来た、あいつ。お前これ使ったろ、これ。ほーら、どうだよ、これで。動けねえな、これでな。うわぁ、非常口の分かる場所あるわ。
ああ、俺この辺ぶち開けまくってるわ。これまだ壊してねえじゃん。状況かなり良くない？これ。鍵2本、お守り1個、ストックも一発ある。消火器あるからお前なんて怖くないもんね。来いよ。ええ、やれるもんだったら、やってみろよ。ええ、来いよ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 。来いよ。はい。来てみろよ。はい。非常口だ！みんな。ここが逃げ道だよ、俺たちの。ろうそくを灯しちゃえば勝てる。こーわ、ここ、ちょっと待って。この部屋クソ怖いやん。お前、つまりおんな。今の消費されるんだ。最悪じゃん。じゃあ消火器と守り一気に失っちゃった。でも非常口の場所は分かった。ヤバそうな美術室だったよな。ヤバめの美術室発見した。わ、お守り、え、お守り、何これ。無限に手に入るわ。もうじゃあもう誰が来ても怖くねえじゃん。ここ、あ、ここ、扉、ナイス。ってことはよ。あるぞ、これ。ある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 、ろうそくが。ちょっとでもなんか、ろうそく5本つけた後の、解放されるやつ、解放される化け物、どんな辛さなのか、ちょっと上見たよな。なに、今の音。ここも鍵でもここ使っちゃっていい、これ。あ、あ、ここ開けてねえとこか。多分がっつりバレたわ。ガチコリバレたんじゃない俺。場所バレてないか。あ、下行ける。あ、下行けるやん。あ、下行けるやん。ああ。たまの子来るよね。ほら、そうだよな。オッケー、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 オッケー。ここマジでラッキーやで。だってあいつ何もしてけえもん。基本的には。オッケー。ラスト1個。ラス1まで来たぞ。お守りもある。お守りあり。ストックもあり。男子トイレあり。ないよりマシやからトイレットペーパー持っとくか。ストックできるの偉いよな、トイレットペーパーな。あのさ、なんかめっちゃ怖い絵飾ってあった。あそこ一応行ってみたいねんけど、もう一回。しかも、あの辺に非常口あったからな。消火器ねえのか。ごめんなさい。もうほんといつもこれやっちゃう。お前近いんか。え、うっ、ごめん、また使い損ねた。これもう何回やるんだよ、このミス。右クリックで使うんだよね。またプレイング下手くそすぎるってコメントで叩かれるわ。謝ろう。先に謝っとこうも。僕は下手くそですと。ゲームセンスのかけらもありませんという。
うわ、こんなとこに鍵。行幸。神が言ってる、早くクリアしろと。こんなゲーム早くクリアしちまえと。うわ、なにここ。鍵の部屋だ。チェックメイトだ。え、ドアのガラスを俺バスケットボールで破壊したらしいぞ、今。何がやばいって、あの少年来てるんだよな、これ。少年が来てんだよな、今。少年に帰って。少年。多分同時にあの化け物も解放されたから。いずれ出てくるであろうね。待て待て、消火器あと1個残ってた。そこからも来てる。来てる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 。いや、来てるけど。どうしたらいいの、これ。どうしたらいいの、どうしたらいいの、どうしたらいいの、どうしたらいいの。どうしたらいいの、非常口の場所分かってんだよな。ね、これ無理じゃね、これ。結構無理じゃん。結構無理じゃない、これ。何この音、終わってる音がする。終わってる音じゃないね、終わってる音するけど大丈夫、これ感じて動く。大丈夫、非常口や。え、こっち非常口って書いてる。ちげえじゃん、嘘つきやん。これ俺最初のとこやん。どうしたらいいこいつ、このゴミ。うおお、無理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 。普通に無理やろ。いや、普通に無理やん。何しかもあと2分って。薬なめ、薬。正気度。そのさ、変な絵画室みたいなところにビデオカメラ、これでかい。ビデオカメラじゃないわ。待て、飲め、エナジードリンクは飲んでいい。なんかこのゲーム何、結局出てけへんの、バケモン。卒業おめでとう、来た。めちゃくちゃスラスラくる。お守りないかな、お守り。コンパス持ってないんか。コンパスの方向に行けばいいわ。待て待て、コンパスの方向に行けばいいやん。もう何これ、もうこっちか、コンパス。非常口こっち？え、でもこっちって書いてる、非常口は。多分こっちやったで。うわぁ！なにこれ！あ、こいつ！うわ、最悪、こいつやったんや、あの化け物。待て、近いわ、じゃあ。いや、近い。でも、もう、時間ない。いや、俺、
俺覚えてる、いける。え、殴りって何だったっけ。いや待って、これいける。みんな、お、何これ全長演出みたいな。なあ、お、全長演出来たぞ。全長演出、あと収録より無理か。ここまでか、ここまでか。これダメだなんでや、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 なんでやねん、お前殺すぞマジで。なあ、調子こいてっと。非常口見つけた。しかも絵画の、あれあれ、こっち待って、あれ今俺、あー、まだ4つか、まだ3つか。ちょくすんのもこれ精神崩壊するわ。うわ、この音楽室ガチで怖え。ここ待って、ここ開けずに、あのババアが来る前に、ババアってことの、あのバケモン、絵のバケモン来る前に、だここは最後に開ければいいんじゃない。しかもこれ長押ししてこれ破るわ。ここ最後に開ければいいんだ。待て、勝ったかもしれない。ここは最後に開ければいい。そうするとそのままもう直通じゃん、非常口。その音怖いからやめて。鍵がぶち開けちまう。うわ、お守りも来た。あと一箇所、どっかに鍵さえあれば。ケミカルライトしかねえや。いや、でもケミカルライトどっか置いとくか。こっちをまっすぐ行けばですよ、つって。そこに置いとこう。こうやって。ゴールです。よし。仕込みは完了した。なんだ、この音。いるか、いねえよな。来んじゃねえぞ、マジで。ぶっ殺すからな、マジで、来たら。消火器、もう消火器巻くんじゃなくて、消火器で頭ぶったたいてやればいいや。いや、ただ、引いていく。お前ビビってんだろ、俺に。お前ビビってんな、俺にな。いや、理科室、いや、勝った。ん、違う、こいつ。あれ、え、わあ、そこだ。待って、チャンスかもしれない。そこに多分ある。待て待て待て、多分この部屋にあるっしょ。ろうそくはあるでしょ。ほら、あった。来た、来たか、みんな。勝ったか。おい、コインもいっぱいある。もう寝ごばしてか、全部。よしよしよし。で、ラストの部屋の位置まで逃げりゃいいんで。どこだっけ、どうやっけ、それ。だってこんな、そう遠く離れてないはずだ。で、ここで変にブザー鳴らさないように気をつけよう。どっちだっけ、あれ、わからなくなっちゃった。いや、でも多分こっちじゃない。こっちから来たわ、俺。こっちから来た。これブザー、ブザー、ブザー近く。あれ、こっちやんな。ここだ。なんかでも、バケモンいる。なんか近いらしい。なんで？びっくりした。やばい、ライダーだ。ライダーやだな。ライダーやだ。
ライダーやだ。これ本物、もういないよね、ここ。ライダーやだな。いや、もうこれほぼゴールしてる。何この放送の曲。うわ、しかも嫌な方行きよった。あいつは最悪や。あの絵のバケモンって多分近くにいるよな。非常口の近くにあの絵画室みたいなのあると思うね。バレない、バレない。くんだ。しょしょしょ。オッケー、行った。あーと、ここ走ったか。よっしゃ。来たぞ。最後のろうそくだ。何それ。歴代の偉人たちに俺めっちゃ笑われた。うわー、戻された。バレるんか、あれ音で。早めに行っても早めにトーンって行かなあかん、これ。場所を忘れるっていう最悪な事態。ちくしょう、もうちょいやのに。もしかも今あれやれ、なんもないで俺、防具。消火器でかい。これデュラハント。なんか近そう。うわあ、近くにいた。なんでな。なんでいつも悪いもん鳴らしちゃうんやろ、もう。ごめんなさい、本当にもう終わってるわ。え、マジでなんでこんな終わってんの、俺。ごめん、本当にもう なんで鳴らしちゃう。絶対ここでコールしたる。いや、デュラハン近いな。最悪や。お、うっそだー、使い切っちゃった全部。最悪。これもうぐちゃぐちゃ。あと BGM でかすぎてもう分かるわ。もう意味不明。もうな、ねえ、これ死ぬってこと？これ無理やん。でもコンティニューがあと2回ある。えらい。とりあえずどうしよう。あの、絵の部屋見つけなあかんわ。あ、やばいか。最悪。もう最悪これ。お願い、間に合って。これどうなん？ロッカー大丈夫なんや、この場合。うわぁ。諦めるんや、こいつ。よかった、助かった。もうええって、もうクリアしよう。チキショウ、もうちょいやろ。てかもう方向音痴すぎる俺が。あ、ごめん。もうバカなんかよ。もう鳴らしまくりやん。
うわ最悪、やべえ、あと一回や、これ最悪や。終わったかもしれない。うわあ、もう最悪、無理や。ちょ待って、マジで無理やねんけど、これクリアできんってやばいやろ。この状況作ってクリアできてやばない俺。うれ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 うもうええわ、もう最初からやろう。非常口ありそうじゃね、こっち。うわ、一応あったけど5個目、あれ確定だから5個目なんだけど、非常口見つけてない状態で転倒させるとまずい。だから、ここから非常口への道を作ろう。とか言いながらちゃんとベル鳴らすっていう。何あれ、ダブルできたんだよ。あいつはやばくない？やばい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 。あれ、ダブルやばいわ。あれ、あれのダブルはやばい。どうしよう。いや、花子さんセットはまずいな、ちょっと。ちょっと花子セットまずいな。あいつ見たらめっちゃ。げっそり削られんねんな。で、からの。うわほら、コンボでやられんのよ、これ。あいつ見たらあかん、つって。うますぎるわ。おい、極めちゃったよ。極めちゃったよ。開始多分2分ぐらいで、ろうそく3個取って、鍵も2個ある。もう極めすぎて RTA できるようになっちゃったよ。しかもこんなとこにパソコンまである。あいつを視点に入れながら、なんでだからお前、これよくわかんねえ、これ。もうこのままクリアしてやろうかな、もう。5分以内に。5分でクリアするわ俺。おい、ちょっと待って、ろうそくあるわ。このパターンはずだな。鍵なし、ただバリケードまみれの部屋か。これであとは避難所、まず4つの状態で避難所見っけて、安全の状態を作ってから5個目開けちゃえばいいじゃんっていう。おい、しかも避難所そこにあんじゃない？あ、そこに見っけた。おい待って、ここにあるだろ、ここに置いとくわ、これ。え、ここか？あ！このさ、クソ怖いやつ。このクソ怖い絵。多分、なんか遠くから見たら目が開いてるように見えるし、近づくと閉じてるように見えるんだよな。怖っ。まるでトリックアートのようだ。え？
避難所見っけたわ、おい。ちょっと最速かもしんない、これ、今回。最速クリアの可能性あるぞ。やっぱ避難所の近くにこの絵の部屋あるんだ。で、あいつが動き始めるんだ。おい、てことは。ちょっとだるいからマジ来んなよ、あいつ。いや、お前か。いや、お前ならいいや。お前ならむしろいい。首なしライダーが本当にやばいから。だからここをこじ開けてくれたら首なしライダー来るんだよな。だから、あれ必要かもな。ここにあるんだよな。あるけど、ここ開けると首なし来るでしょ。いや、これ違うろうそくどっか見つかんないかなと。鍵3つあるし。消火器がないとここ攻略できないわ。あるか？ああ、だ。くそ動いてるやん。こんな吹っ飛ばされるんだ。ごめん、ここは地形。一旦引こっか、これ。いや、もうほぼ攻略してんのに。ほぼゴールやねんけどな、これ。壁とかも全部。あ、そこ、ここよくね？お、待て待て、ここの鍵開けて。なんで？補充して。開けて、ここ多分あるんじゃないの？ろうそく。あれ？ろうそくねえ。え？外れ？これ。いや、そんな、なんか恩恵あるっしょ。なんか恩恵あるはず。うわ、もう最悪だ。おい、クソ外れだったな、そこ。ただ待てよ、近いんだよ、俺たちゴールに今。どう？うわぁ、最悪、これでもうあと一回なの。つまんな。もう分かってんのに、ゴールの位置も。もういいよ、もう。やばい。やばいやばいやばい。やばい、やっちゃいけないこと全部やってる。ここにもろうそくあるわ。てか、ろうそく大量にあるわ。ちょっと待って、なんか武器探しに行こう。鍵とか、お守りとか。てか、お守り1個ないともう積むな、これ。くんなマジで。もうやり直しきしいぞ、こっから。きしいぞ、やり直しは。こっから鳴らしまくり。お守りだ！お守りだ。もうここでぶち開けちゃおうかな。いや、でもだったら消火器あるんだったらさ、やっぱあそこの一番近くのとこでいいんじゃね。やべやべやべ、あいついるわ。あの人いる。ちょっとやめて、本当に。あの人だけ。あの人一番やだ。
え？ああああああ。お！おおほほほお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 。やだな。本当にやだな。本当に嫌な人しかいない。やだな。いやだな。あいつまだ来るわ。おい、なんで？あ、こっちだっけ？あ、ここだ！ここだ！くっそ、消火器さえ持ってれば。確かここの左なんだよ。あれ絵画室、いや、こっちだわ。そこの、もうろうそく開けちゃうか、これ。エナドリもないか。いやー、でも衝撃ないと絶対あいつに襲われるな。で、どっちだっけ？ここだ、この道だ。ちょっとなんか置いとこう。目印でちょ置いとくか、これ薬。ここがだって絵画室だよね。そう、ここにあの化け物いて。これ、どうにか。ボール投げてみるわ、これ。来た。いや、白すぎる。あー、食らったんだ。もうじゃあ結局意味ねえんだよな。こうなっちゃうと結局意味がない。思い出せるか、避難所の場所。いや、思い出せねえな、無理だこれ。結構積んだ、防御アイテムもないし。防御ないし、絵に見つかったら終わるし。もうこいつも来たでしょ。セーフ。うわー、かなり成功率は低い。理科室だこれ。このバカでかい曲だけやめてくれたらな。この曲きついわ本当に。お願い、どっかに。何これ、意味が分かんない。いや、もう罪じゃんこれ。もう罪じゃん。もう格罪じゃんこれ。もう最悪。さあ、あとは非常口を見つけるだけだ。5分の4まで来たぞ。非常口見つけてから、そっから一番近いろうそくを灯す。それこそが師匠だ、このゲームのな。お手が近いんじゃねえか。ああ。おいおい、ここの扉開けといていいんじゃねえか。で、そこのやつは、危害加えてこないのね。だから、ここに一応ゴールありますと、ろうそくありますと。パソコンがどっかにあればいいんだけどな。今の状況、パソコンが一番欲しいか。で、ここはしっぽりと避けていく。あれ、でも逆じゃない？あ、ここ音楽室なんだ。
またこうやって笑われんじゃん。楽譜ぶち割っといてよくない？で、鍵が死ぬほどあるから、いや、死ぬほどもねえけど。ダーンって。ここは割っといていいかもね。いや、今回いける気がするわ。ついに。あと、ほんま噛み合わせだけやと思うね。ここ開けとこう、とりあえず。なんで？何この音、やめろお前。どっからどっから来るこれ。あ、どっから来てんのこれ。コンパスが示している、とある道を。ここ気をつけろ、鳴るぞサイレンが。ゴール近いんかなこれ。消火器、最後のピースが揃った。消火器があれば、てかもう盤石だこれ。見て、お守り、消火器、電池も腐るほどある、エナジードリンクもある。ほんと、あれ、あいつの、なんか、地雷っていうのかな？あ、そ、お前か。わかんない、なんか、複数の敵が、複数のやつが、なんか、切れてる可能性あるから。大丈夫やった。なんか、すずり泣いてる。お！ナイス PC！ これは決まったんじゃねえか。心音が近づいてるな。いけるか。もう少しだ。耐えろ。耐えるんだ。鍵も一個ある。てかもういらねえや。もうここ探索する意味ねえもん。すぐそこじゃねえかよ。おい。いや、行き止まりだ。何これ。なんで青いな、そこ。いや、いらねえやな。いらねえ。薬飲んどくか、一応。こっちからいけるか。あ、花子さんだ。この声は。え？あ！絵の部屋だ！ってことはマジで近い。そこだ！ごめん、やっちまった。いや、開けろ。しかもこれ完璧じゃない。え、ここ鍵あいつだ。ここ鍵か、ここの鍵さえ開ければもう勝ちだ。うわー、鍵がもう一個あれば。チキショー、俺がいらんことしたせいで魔物たちが寄ってきてる。鍵あと1個だこれ。ねえ、ちょっともう邪魔しないで。邪魔すんな。ほんとゴミだなあいつな。ここ走っちゃいけないから。てか、ここに至る道を全てこれで記しておこう。あった！神の引きだ。まさしく。なんならビデオカメラもある。クリアだ。なんだここれ。でもコンパスもいらねえ。あ、てかもうエナドリ乗る、乗る必要なかったわ。なんでエナドリ乗んだ、バカか俺。消火器がない。しかもあの絵が追ってこれない距離。追っても追ってきても間に合わない距離だ、これ。
いや、ちょっと待って、開けとこう、先に。なんで？もう扉開けとけいいじゃん。来た！で、あいつが出てくる瞬間、ちょっと見てやろうぜ。さあ！あっこは出てくる、多分あいつ。見とけよ。あれ？おい、来た来た来た、ほらほらほら！え、来た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 ！うれ！来いよ！あ、来た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 ！悪いねー。わあ！わあ！なこれ。酔いぶっこしたら死んだかも。え？あ！やったー。エンディングがあるらしいぞ。いや、ちょっと正直おもろかったわ。難しくて途中切れてたけど。アイテムと難易度のバランスが神がかってるわ、このゲーム。いや、めっちゃ達成感ある。窓から差し込む日差しが眩しくて目が覚める。夢だったのか、立ち上がるとするが、足に力が入らない。イワシのひどい筋肉痛はあの迷宮校舎でひたすら逃げたことの証拠になっていた。死んじゃくないか、自分自身の体が伝えるこの鈍い痛みが、皮肉にもそれを夢だと思わせてくれない。僕は夢夢として探索が行われるも見つからず、一夜明けた朝、学校で保護されたという気さになっていた。保護された次の日、先生たちと行方不明時の状況について話しすることになった。僕は自分の身に起きたことを素直に責めました。ああ、信じてくれ。こういう時の大人は本当に頼りにならないんだよな。先生たちは顔を見合わせて、さあ、また思ってないからと、あがられた。何でも、子供の行方不明事件はよく最近よく起きていて、こういうことに全ての子供たちは無事保護されているそうだが、ほとんど何も覚えてないという一部は異世界に迷い込んだと主張するという。あ、その手の話かってそういうことか。なるほどね。また、頭抱える事件が起きたなっていう。あれかしばらくしばらく経つか、頭からまだあのギーと淀が離れない。迷宮校舎は今のまだ僕を逃がしてくれない。後遺症に苛まれ続けるのか。うわ、ビビる。うわ、何それ。この音ね、ギーって。いやまあ、多分、編集でカットされまくってると思うんだけど、クリアに5時間かかった、リアルに。レイディトールさんめちゃくちゃ作るやん。迷宮校舎でした。これはね、ちょっとみんな自分でもやってみてほしいわ。マップがランダム生成やから、同じマップになることは一と、同じ組み合わせになることはありえない。つまり人それぞれ。プレイヤーそれぞれに迷宮校舎があるということでしょう。またお会いしましょう。迷宮校舎で。